プルーフポイントは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サニーベールに拠点を置く、エンタープライズセキュリティ企業であり、インバウンド電子メールセキュリティ、アウトバウンド情報漏えい対策、内部脅威対策、オンラインの従業員向けセキュリティトレーニング、ソーシャルメディア、モバイルデバイス、デジタルリスク、電子メール暗号化、電子証拠開示、及びメールアーカイブのための製品及び、 サービスを提供している。同社は2002年6月にネツケイップコミュニケーションズの CTO であったエリック・ハーンによって設立された。会社はシリーズ A 資金調達ラウンドで700万ドルを調達した後の2003年7月21日に立ち上げられ最初の製品をリリースし、リファレンスとして6件の顧客をリストアップし、 ベンチャー投資家のベンチマークキャピタルとスタンフォード大学によって支援された。プルーフポイントは2012年4月に株式を公開した。株式公開時には同社の株は1枚13ドルで取引された。投資家は IPO を通じて630万株以上を購入し、総額は8000万ドル以上に達した。プルーファポイントの共同創設者兼会長である エリック・ハーンと新員用のゲイリー・スティールがプルーファポイントの15周年記念式典で、同社の最初の製品は中規模及び大規模企業向けのプルーファポイントプロテクションサーバーである。スパムと正規の電子メールを区別するために1万個の異なる属性を使用してスパムメールを正確に識別する MLX テクノロジーと呼ばれる独自の機械学習アルゴリズムを組み込んでいる。 同社は、スパム量の急激な増加が従業員の生産性を脅かし、スパムがビジネスの最優先事項になっていることにビジネスチャンスを見出し、当時すでに数十社あったスパム対策ソフトウェアプロバイダーに加わった。2004年のナショナルテクノロジーリアディニッツドによると、スパム検知の属性数は5万個を超えている。2004年、プルーフポイントは財務情報の開示と、 医療データのプライバシーを管理する厳格な新しいヒパー規制を受け、機密情報を含む送信メールを自動的に識別して送信を阻止する新製品の開発を開始した。2004年3月、プルーフポイントは強化された Linux カーネルとプルーフポイントプロテクションサーバー2.0ソフトウェアを使用して、同社発のハードウェアアプライアンスである P。 シリーズメッセージプロテクションアプライアンスを発表した。インフォーワールドによるテストでは、スパムの94%を阻止できることが判明した。2004年11月のもう一つの製品発表には、e メールファイアウォールと MLX ベースのダイナミックレピューテーション分析を備えた、プロテクションサーバー3.0、コンテントセキュリティスイート、およびアウトバウンドメッセージと、 その添付ファイルをスキャンして、サーベンス、オックスレイ、ヒパー、グラムリーチブライリーなどのデータ保護規制に準拠するためのプラグインモジュールが含まれる。これらを組み合わせて、プルーハポイントメッセージングセキュリティゲートウェイ、アプライアンスと呼ぶ。チャニルウェブのレビューにより、テクノロジーの組み合わせ、ポリシーベースの管理、スパムフィルタリングエンジン、 アダプティブ学習テクノロジーを使用していることが判明した。プルーフポイントは2005年8月にコンテントセキュリティ、スイートへのアドオンアプライアンスとして新製品ネットワークコンテントセントリーを発表した。電子メール以外のオンラインメッセージを監視するように設計されたアプライアンスは Web メール、メッセージボード、ブログ、及び FTP ベースの通信を監視する。 プルーフポイントは、ボルテージセキュリティからライセンス供与された ID ベースの暗号化テクノロジーを使用した、ポリシーベースの電子メール暗号化機能も導入した。仮想アプライアンス開発より、簡単な運用への要望に応えるためのステップとして、プルーファポイントメッセージングセキュリティゲートウェイバーチャルエディションが2007年4月にリリースされた。この製品は、 VMWare の仮想サーバーソフトウェアを実行する、ホスト上で仮想アプライアンスとして実行される。VMWare の仮想サーバーアーキテクチャの知識が必要だが、専用設計のハードウェアアプライアンスを仮想サーバーに移動させることで、独自ハードウェアに関連する問題がなくなり、アップグレードコストが削減される。プルーファポイントメッセージングセキュリティゲートウェイ V5.0 は2007年6月に、 リリースされたが、これは、すべての機能を一つのプラットフォーム上に実現する、新しい統合アーキテクチャに基づいていた。専用アプライアンス、仮想アプライアンス、またはソフトウェアスイートとしての配備が可能。ベライゾンビジネスの独立部門であるアイクサラブスは2007年4月に、新しいテストプログラムにより6つのアンチスパム製品を認定したことを発表したが、 それにプルーフポイントメッセージングセキュリティゲートウェイが含まれていた。アイクサラブスのスパム対策製品のテストと認定の目的はスパムの検知と削除についての製品の有効性を評価することであった。ガイドラインはまた製品が正規の送信元からの電子メールメッセージをどの程度適切に認識するかについても言及している。プルーフポイントは プルーファポイントオンデマンドによりソフトウェア,アズ A サービスビジネスに参入した。これは電子メールセキュリティと情報漏えい対策製品のホスティング版である。2008年5月プルーファポイントオンデマンドスタンダードエディションの導入により同社のホステッドサービスが拡張された。この製品は電子メールセキュリティを必要とするが独自のサーバーは 持っていない、または社内に IT 担当者がいない中小規模の企業を対象としている。プルーフポイントの製品はビジネスにおける3つの課題を解決するように設計されている。それは高度なサイバーセキュリティの脅威、規制へのコンプライアンス、およびブランドへの成りすましである。これらの製品は電子メール、ソーシャルメディア、モバイルデバイス、クラウド全体で機能する。 2008年6月、プルーフポイントは、法的証拠開示、法令遵守、および電子メールストレージ管理のためのオンデマンド電子、メールアーカイブソフトウェアのプロバイダーであるフォーティバ、インクを買収した。フォーティバはエクスチェンジジャーナリングを使用して、すべての内部および外部との通信を自動的にアーカイブし、エンドユーザーは添付ファイルを含むすべてのアーカイブメッセージを アウトルックの検索フォルダーから直接検索できる。プルーフポイントのセキュリティポートフォリオには従来型のサイバー攻撃とビジネスメール詐欺やクレデンシャルフィッシングなどのマルウェアを使用しないソーシャルエンジニアリング型攻撃の両方を阻止する製品が含まれる。これらはサンドボックス分析、レピューテーション分析、脅威データの自動化、人間による脅威インテリジェンス、 および送信者、受信者の関係性やヘッダー、コンテンツなどの属性を組み合わせ、潜在的な脅威を検出する。自動暗号化、情報漏えい対策、フォレンジック収集などのツールは、インシデント対応を迅速化し、侵入してくる脅威による被害とコストを軽減するように設計されている。ポートフォリオには、ソーシャルメディアアカウントの乗っ取り、有害なモバイルアプリ、 不正な Wi-Fi ネットワークからの保護も含まれる。プルーフポイントのコンプライアンス製品は、機密性の高いデータを特定し、政府や業界のルールに準拠して管理及び監視し、e デリスカバリーの法的要請に迅速に応えることに伴う作業を軽減するように設計されている。プルーフポイントのデジタルリスク対応製品は、サイバー犯罪者が自社になりすまして、顧客、 パートナーおよびブランドの評判を傷つけることを阻止しようとする企業を対象としている。その電子メールデジタルリスクポートフォリオには電子メールドメインのなりすましを防止する認証技術が含まれる。これによりソーシャルメディアで犯罪者が偽のカスタマーサービスアカウントを作成してユーザーを騙しアカウントのクレデンシャルを聞き出したり悪意のあるウェブサイトに アクセスさせたりする、詐欺行為を防止する。またモバイルにおいては、モバイルアプリストアを通じて配布された偽造アプリを検出する。2016フォレスターウェーブ4デジタルリスク、モニタリング、Q32016 では、プルーフポイントのデジタルリスク、ソーシャルメディア製品が、この新しい市場のトップ級ベンダーとして評価された。多くの組織は、 すべての主要なソーシャルメディアプラットフォームでブランドを構築しようとしているが、悪意のある、または不要なコンテンツはこの取り組みを阻害する。そのためこれらの製品はデジタルチャンネルを監視して、悪意のある、または不要なコンテンツを検知して防止する。2014年10月23日、プルーフポイントはソーシャルメディア及びセキュリティコンプライアンスベンダーである。 ネックスゲート、インクを買収した。にまた2015年11月4日、コンプライアンスワークフローとコンテンツキャプチャ、およびレビューテクノロジー企業であるソシャルワイアインクを買収した。ありがとうございます。